はい、皆さんこんにちは。今回言及させていただきたいのは何に関してかというと、モルドバに関して言及させていただきたいと思います。前回訪問した国、旧ソ構成国を含むヨーロッパ中東を、渡航させていただいて、先月ね、帰国させていただいたんだけど、またこの後出ますけど、その中で数多くの国に行きました。未承認国家2カ国を含めて、合計で23カ国です。初訪問の国が、それら未承認を含めて15カ国なんですけど、モルドバということで、皆さんね、ご存知じゃない方もいらっしゃると思うんです。モルドバということで、なかなかモルドバってそんな国あるんだっていうふうに思う人も結構この聞いてる人の中にあると思うんです。もちろんこれ毎回見てる方々はモルドバから直にね、アップしたやつもあるので、それを見てね、知った方も多いと思うんだけど、それまで知らなかった方も結構いらっしゃると思います。モルドバということで、東ヨーロッパに位置する、国です。共和国です。で、その中で、旧ソ連、ソ連を構成する一国でした。で、旧ソ解体ともに、モルドバが独立宣言をして独立を図ったわけです。その中でね、ドニエストル川って川があって、これドニエストル共和国っていうのを、一回アップさせていただいたら、それを 見て、くださった方はよくわかると思うし、もし見てない方がいらっしゃったらね、ドニエストル共和国とやって打っていただければ、自分の動画がすぐ出てきますので見ていただければと思います。で、そのドニエストルが東岸地域が、いわゆるそのドニエストル共和国として事実上独立状態にあるわけです。モルドバの統治が及ばないということで、これに関しては旧ソ解体、その前から揉めていてですね、その後、結局その紛争、戦争にもなって結構死者を出しています。ドニエストル共和国が、例えばロシアとかウクライナがついて、でモルドバっていうのはもともと系統的なルーマニアの人なんです。例えばコソボ、コソボ紛争で有名なコソボがアルバニア人と同じような感じで、モルドバ人っていうのはルーマニアの人なんです。だから、民族的にやっぱり近いというか、ルーマニアとほぼ一緒なので、その中でやっぱりそのルーマニアが、その時は、モルドバに対して、支援をしていたわけです。その中で、モルドバ共和国ということで、首都がキシニョウです。キシニョウね、これに関してはね、アップさせていただいて見ていただいた方は分かると思うんだけど、人口が356万人ぐらいです。だからすごく小さいです。で、その中で、シュトレーゼン GDP もね、かなり低いですけど、独立したのはソビエト連邦、旧ソ解体ともに1991年8月27日です。その中でね、で今の大統領ってイゴル・ドドン氏、ということで、かなりいろいろな噂がある方なんだけど、その中で、面積に関しても、すごく小さい。33,843平方キロメートル、日本が37,038万平方キロメートルですよね。そう考えるとすごく小さい、ところです。で、通貨に関してはモルドバレウというやつです。モルドバレウを使ってるんですけど、そんな感じですね。はい。で、いろんな歴史的な背景があるんだけど、その後結局、途中でオスマン帝国の属国になったんですが、他のバルカン諸国と違って部分的な支配だったわけです。ドロー戦争の結果、1812年からブカレスト条約によるベストラビアとして帝政ロシア併合されて、そこからロシア、旧ソの、支配が続くわけですけど、独立したのが1991年ということで、もう今からもう27年経ちます。首都のキシニョウということで、じゃあ何があるのかということなんだけど、特に例えば観光的なもので見るって言ったら、一番最大のものとしてはやっぱ世界最大のワイナリーかなって感じがします。ミリストミチということで、これちょっとだけアップさせていただいたんだけど、また後日ね、編集してアップさせていただきたいんですけど、あとは市内に凱旋門であるというか教会ね、がありまして、そういったものを見る感じで、特段じゃあすごく見どころのある国かって言ったらそうでもないのかなって感じがします。ただやっぱり自分の場合は一回もね、例えば、今まで全部で8州近く行きましたけど、その中でやっぱり知らないような国行かないと国数は伸びていけませんので、その意味も含めてモルドバに行かさせていただいたんだけど、どこから行ったかっていうと、ウクライナのキエフから、夜行寝台に乗って行きました。で、この時にね、ちょっと自分もしっかり確認を取らなかったというか、英語が通じなかったんでね、その駅員がね、聞きたいことが聞き取れなかったんで、あれだったんだけど、ドニエストル共和国を通過する列車でした。そうすると、モルドバの入国スタンプはもらえなかったんです。で、それはやっぱりその出るときにもちろんお金払えばなんかなると思ったんだけど、いくら要求されるかわからないっていうのもあって、それはちょっと怖いと思って、事前にちょっと日本大使館がね、2、3年前にできたので、
訪れて、どこに行けばいいですかって聞いたら、まあ、ついてきてくれたんですけどね。なかなか大使館の人って基本的に住めない人多いんですけど、まあモルドバ自体がそんな二十何年しか住んでないで暇なのかなって感じはしたんだけど、まあ、すごくいい対応でした。で、その中でキシニョウということで日本食屋がありました。コトブキという レストランがあって、その中でまあコトブキということで日本人ゲイじゃないよなと思いながら行ったら日本人の方でした。で、なかなかいい方でした。いろいろ案内してくれてね。その方はもうルーマニアとモルドバ合わせてだいたい20年近く住んでる方で、もう主みたいな方です。だからモルドバにはかなり住んでるので、大使館が数年前にですね、まあ設立されたわけだけど、その時にその方に外務省の人がね聞きに行くぐらいです。だからある意味ね、そういった方っていうのは日本政府としてもやっぱり日本人としても貴重な存在なんです。だからいろんな情報を持ってます。だから外務省が例えば外事課とかいろんなところでやったって、そういう情報収集する中でね、やっぱ現地にいないとわからないってこと結構あるんです。だから現地にそれだけ住んでると裏の裏までちょっと分かったりし、いろんなことをお聞きしましたけど、まあ、すごく良、かったです。で、今ね、いわゆるそのドニエストル共和国っていうのはロシア系の住民が主にいて、まあ半分もロシアみたいな、ソ連みたいな国です。実際それは訪れてみてね分かったわけですけど、その中でモルドバに関しては、反ロをむき出しにする人々は正直多いです。ただ政治の面に関しては、例えば親ロ派というのも、存在するんであって、デモに行った時は親ロ派のね、人々、政治家が演説している、それに対して反ロ派の人々がいっぱいもう抗議している感じで、それに関してまた後日またアップさせていただきたいんだけど、そういったものを垣間見ることができました。中ソ構成国に、はね、基本的には反ロの国が多いのが事実です。これはウクライナ、皆さんウクライナの、いわゆるクリミア半島併合であるとか、ドネツク州、ドネツク人民共和国というね、共和国が樹立された、そういった経緯もあり、ウクライナに関してはね、やはりそのかなりロシアに対して警戒感を持っていて、敵意をむき出しにしているのは事実です。他にも、モルドバもそう。だってベラルーシはね違ったんです。まあこれに関してはまた別途旧ソ構成国の、総評的にねまとめてちょっとお出したいと思ってるんだけど、で、例えばジョージアとかもねあんまり感情良くなかったりとか、まあ基本的には良くない国が多いのかなって感じはします。ただ、その中でもやっぱり基本的に旧ソの流れがあって、当時はやっぱり旧ソ連の時代っていうのはロシア語が、母語としてね、いろいろと、強制というか教育で教えられてきたので、まあ若い人以外はね大体ロシア語は喋れます。だから英語が話せないからロシア語を通じるっていうので、ロシア語ができた方がやっぱ旧ソ構成国は回れるんだなって実感したんですけどね。まあ、その中で今の大統領が親ロ派であるとか、政治家が親ロ派である人々がいて、それに対して反ロ派の人々がデモを行っている、ただどちらにしても親 EU であってもやっぱりお金が絡んでるのは事実かなと思うんだけど、そういったところでやっぱり政治的な不信もね正直続いてるのかなって感じはします。モルドバということで人身売買の国家としても有名です。人身売買というか、入る前に人身売買の国家というふうに聞いてね、で、ある方に聞いたんですよ、入った人にね。なんか人々が信用できなかったって言ったら、それを聞いてね、大丈夫かなってちょっと警戒してたんですよ、入る時にね。特にドニエストル共和国を、通過して入ったんで、まあ、ちょっと危ないかなっていうふうに思ってたんだけど、実際はどうかって言ったら、そんなに治安悪くなかったですね。夜とか歩いた、まあ、これはもちろん旅慣れてる人じゃないといけないし、女性一人ってのはお勧めしません。ただある程度海外慣れしてる人であれば特に問題ない治安の、かなっていうのは、感じました。その中で、まあ、モルドバに関しては日本政府も援助しています。まあこれは日本政府が援助してるってほとんどの国に援助してますけどね、ODA の援助でね。だから日本の政府が援助している ODA の援助でいろんな道路とか建てられたりしてるわけだけど、その中、まあ日本車はかなり多いです。日本製品が出回ってる、貿易に関しては日本の大幅な黒字です。日本はじゃあ何を輸入してるかって言ったらワインですね、主にね。だから先ほど言ったワイナリー、皆さん別にもしモルドバで訪れるのであれば訪れていただきたいんだけど、ワイナリーが、有名です。で、モルドバということでね、モルドバの母語ということで、まあこれは例えばね、モルドバ民族構成としてはモルドバ人が、じゃあ全てがじゃあモルドバ人ってわけじゃない、8割ぐらいです。で、ウクライナが 8.4%、 ロシア系も住んでるんです、 5.8% ね。で、あとはカカウズ人っていうのがいて、そういったところで、まあ、言語があって、まあ、基本的には、それぞれロシア人はロシア語、まあ、ウクライナ人でもロシア語を母語としてる人結構多いんですけどね。あとガガウズ語ということで、まあ、多民族の国家なんです。だから日本を考えたらいろんなところで多民族だったりしますよね。
だから、基本的にはまあもちろん大和民族中心なんだけど、その中にも大和民族の、流れを組むというねともあったりするんだけど、そう考えるとまあ世界を見てみると、まあでも日本ほどはそういう単一民族的に見えるんだけど、日本の場合はね。だけど実際沖縄の人は琉球民族ですよね。ただまあこれは日本の大和民族と一緒の系統なので、私はあの日本人としか思ってないですけどね、接してないですけどね、うん、だから、あとアイヌの人たちもいますよね。だからそういったところを見ると、まあ、全てがじゃあ日本が単一民族かってそうでもないのかなって感じはするんだけど、まあ俺は特に沖縄の人に対してはね、沖縄大好きなので、同じ日本人としか自分は思ってないですけどね、で、あとはね、この、まあ、こういったところであるんだけど、まあ、いろいろとありますね。だから、人権ということで、例えば、その、いわゆる児童回収なんかも行われて、それが、児童がね、海外に売られて、で、賠償してるっていうのはよく聞くことです。だから、これに関しては、まあ、いろいろなね、国際的な機関もね、目をつけているわけだけど、なかなかそれは奥まで入っていかないとわからないのかなって感じはします。うん、まあ、こんな感じでモルドバに関してはね、発信させていただきます。すごく小さい国です。世界遺産もいくつかあるんだけど、そんなに正直見どころがないところなんだけどね。まあ、皆さんもし行くのであれば、まあ、先ほど言ったワイナリーを絶対訪れていただきたいかなって感じがします。まあ、ウクライナから行くこともできるし、ルーマニアから行くこともできるし、あとは先ほど言った、ウクライナ、そうですね、ウクライナと、そうですね、ルーマニアから行くことができます。なので、まあ、一見、もしいろんな国行った方であればね、行ってみるといいかなって感じがします。まあ、その時にちょっと訪れていただきたいのは、そのモルドバキシノにある、まあ、コトブギっていう日本食レストランね、訪れていただきたいと思うんですけど、まあ、こんな感じで、モルドバに関しては簡単ではありますけどね、語らさせていただきました。なかなかね、モルドバに行くってこともない、行ったことがある人も少ないと思うんだけど、まあ、興味ある人はね、行っていただきたいと思うし、もし何か質問があれば、質問していただければと思います。どうぞよろしくお願いします。